はい、皆さんこんにちは。気ままにクックの時間がやってまいりました。なんで今日はですね、なんとこのゆで卵の黄身と白身を逆転させたゆで卵を作ってみましょう。イエーイ。イエーイ。さて、まず用意するものは生卵とセロテープ、そして針金とストッキング、それだけでいいのかな。確か多分はい。まずはこれにじゃあセロテープを巻いてください。はい。僕それではセロテープで巻いていきます。はい。あれあれ失敗、うん、全体をセロテープで包みます。なぜやるかというとですね、茹でている時に割れてしまわないように、ひびが入らないようにということなんですね。はい、セロテープ巻き巻きは完成しました。このように隙間なく。さて、これを次はストッキングに入れます。ストッキングのその真ん中の部分、はい、ここ真ん中に入りました。おお、入りました。で、針金を使ってここを縛ります。縛りましょう。はい、縛りました。これをぐるぐるぐるっと回します。落とさないように。やめろ、そこにあるな。おい、ビビった。ここにガツンと当たって終わりじゃん。広いとこ行って、広いとこ、はい。うん、頑張れ。マッチョルマッチョル。これでね、ブーンと音がするんだって。おお、なんか少しブーンと音がしたような。まだまだまだ全然。おー、頑張れ。引っ張って。まだまだまだ。はい、どうやら完成したようです。これをほどきましょう。そう、解いたよ。そう、どっちだ、こっちか。頑張れ、たまごくん。よし。このままヒヒヒヒって出してもらいたいな。おお、おお、これぞ。よいしょ、これ、せっかくも出たのに。はい、これを茹でます。そーっと、お鍋の中に入れましょう。テープ巻いてもらおう。痛い。はい、ジャポンって。ジャポンじゃない、そっと入れて。ポンって入れたら割れるだろう。はい、入っていて。スイッチは見えない。ん、スイッチ、ここ。はい、で、沸騰したら、お湯が沸騰したら約9分。うん。で、固いゆで卵になります。なるはずです。じゃあ、それまで待ちましょう。はい、沸騰しました。今から9分かかります。もうちょっとよ。ちょっと周りでは何を作るでしょう。殻がつきます。つどん。はい、茹で上がったと思われます。火を止めました。さあ、これをちょっとだけお湯を捨てて、水を入れて冷ませます。冷まします。はい、冷めてきたようなので、これを剥いていきましょう。
じゃん。まずはセロテープを剥がしていきます。簡単に取れる？取れる。はい、だいたいセロテープが取れたんで、じゃあ今度はカラー向きに行きましょう。こちらもいいかな。うん？うん？ダメ？ダメじゃん。ダメだこりゃ。失敗です。ダメだったんだ。あ、こっから少しだけ白身じゃん。あ、黄身ね。あ、黄身だ。片寄り卵、ゆで卵最悪じゃあやっぱもう一個作る。はい、2個目がゆで上がりました。はい、お湯を捨てていきます。水出して。水にして。さあ、二度目の正直となるか。はい、割ってみましょう。ドキドキ。あ、ダメ？ダメっぽい。けど少し黄色っぽいよ。あ、やっぱ大丈夫大丈夫、ほら、できた。きっとできてる。少し黄色い。そうなんだ、やっぱできてるよ。おお、すごい、いい感じ。できた。でも手で剥かないと分かんない。丁寧に丁寧に。化石できてるよね。あ、できたじゃん。やった、できてる。イエーイイエーイ。まあ、全部剥いてみて本当にそうなのか。で最後、真ん中から切って。おしまい。おしまい。はい、見事に完成しました。黄色です。黄身が、外側に、これを、黄身返し卵と言います。江戸時代のなんか、レシピ、あの、料理本になんか載ってるらしくて、なんつったっけ。忘れちゃった。なんとか、マンポウ、秘密、あ、料理秘密箱だったかな。江戸時代のレシピにあったそうです。それを京都大学の教授かなんかが新たにその作り方をおかえり研究したみたいですね。で、こちらが先ほどの失敗したやつ。じゃあこれからこの2つを輪切りしてみましょう。じゃあまずはこちらの失敗した方から行ってみましょう。さあ、どうなってるでしょう。ちゃんと追ってて、左手もそういうの。そう。スタン。はい、どんな感じ？全然ダメでした。普通のゆで卵を、普通のというか偏ったゆで卵。では、今度は、じゃじゃーん。こちらの方を切ってみたいと思います。じゃーん。チャ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 ラチャ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 ラチャチャとか言ってね。見事に、黄身返し卵。完成。あ、なんかそういう名称忘れちゃうんですよ、私。ダメだよね。はい。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。